こんにちは、レトスノーノです。2月11日の、3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。モチベーションに関してですね、勉強やらなくて後悔することはあっても、勉強やって後悔することはありません。不動産会社っていうのは、業種別で見ても比較的給与は高い方なんですね。また、宅建士の資格を持つことによって、毎月2万円といった資格手当がつく業者もあります。これ場合によっては、私が知ってる限りでは5万円が最高ですかね。まあ、これは弊社のね、個別指導の受講師さんから、合格していった方から聞く話なんですけども、まあ、2万円ぐらいが多いかなっていったイメージですね。で、勉強することで収入的にもやっぱ上がる場合もやっぱ多いので、それをモチベーションに頑張るっていうのも一つの手だと思います。ぜひ頑張っていきましょう。では3問に入ります。相続人は非相続人の死亡後で、遺産分割前でも、他の相続人の同意を得なければ、自己の相続分を第三者に譲渡することはできない。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。これ答えは、これ×ですね。自己の相続分については第三者に譲渡することは可能です。これぐらいの問題が、魔法試験の普通レベルの問題です。理解学習ができているかを確認するためのいい問題だと思います。そもそも問題文の状況が理解できない。この問題を見たときに、共有の分野と関連づいていることに気がつかない。という方は、理解学習が実践できていない証拠なので、再度勉強の仕方を見直しましょう。この問題自体簡単な問題なんですけども、難しく見えるため解けない方がやっぱ多いんですね。理解学習を行えば難しく見える問題であっても解けるようになってきます。では、この問題の考え方をお伝えします。遺産分割前の相続財産というのは、相続人の共有物なんですね。そして、各相続人はこの共有物について、自己の相続分について、持ち分を持ちます。で、持ち分っていうのは、所有権というふうに考えていただいて大丈夫です。したがって、各相続人は、自分の持ち分、自分の所有権については、他の相続人の同意がなくても、自分のもんだから、それは自由に使用したり、収益したり、また処分することができるということなんですね。で、この問題は、共有の分野とつながりがあるんですけども、共有物の処分のルールについては、自分の持ち分については、共有物の一定の割合の所有権だから、その処分は自分一人でできるっていうルールがあるんですね。共有物の全部を売るっていうことは、これは全員の同意が必要ですけども、自分の持ち分だけを売るっていうのは、自分の所有権だから自分勝手に売ることができるよっていう話なんですよ。例えば、ABC3 人が持ち分3分の1ずつ建物を共有していると仮定しましょう。A は自分の持ち分3分の1を単独で売却することができるということなんですね。まあ、このルールを使えば、今回の問題も導けます。つまり、あえて本文について覚える必要ってないんですね。このルールを使えば解けるわけだから、あえて新しくルールを追加して覚えるっていう必要はないということなんです。これが理解学習なんですね。理解をしておけば、いろんな問題が解けるようになってくるんですよ。なんで、そのような勉強をぜひ行っていただければと思います。で、個別指導ではこのような勉強をお伝えをしてますので、もし今年絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。で、問2ですね。地主 B が都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置き場1区画、園芸用地3区画に分割した上で、これらを別々に売却する場合、B は宅建業の免許は必要である、丸か×かという問題です。で、B は免許必要なので答えは丸なんですけれども、まず用途地域内の土地っていうのは原則宅地扱いなんですね。ただ例外として、まあ、政令で定める公共施設用地、例えば道路とか、まあ、そういったものについては宅地には該当しません。で、今回の問題の駐車場用地、資材置き場、園芸用地、これらはもうすべて宅地になります。そして宅地を別々に売却する場合と書いてありますので、これは取引にも該当するし、業にも該当します。したがって B は宅建業の免許が必要だということになります。で、この問題すごく基本的な問題なんですけども、基本を抑えることっていうのが理解することなんですね。で、これが合格の第一歩になります。
そのため、この理解の仕方については、個別指導で詳しく解説しています。今回の問題については、その理解の仕方までお伝えをしてないんですね。なぜ免許が必要なのかどうか。こういったところ苦手にしてる方ってやっぱ意外と多いんですよ。でも実は簡単なんですね。で、その理解の仕方について個別指導で詳しく解説していますので、個別指導をぜひご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。で、3番ですね。開発許可です。学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、開発許可が不要である、丸か×かということですね。答えは×です。まあ、幼稚園とか小学校、中学校、高校、大学、専修学校。まあ、そういったものの建築を目的とする開発行為は原則許可が必要なんですね。例外には当たりませんので注意してください。したがって、×になると。開発許可不要ではないから×ということになります。で、これは基本的な問題で、まあ、単に、覚えていれば、解けるんですね。しかし、この問題を少し、いじってしまったり、違う角度から出題されると間違える方が非常に多いんですね。なので、まず考え方をしっかり押さえておくっていうことが、まず一つですね。これは前回の動画から、お伝えをしている内容です。考え方の流れですね。これをちゃんと押さえる。で、この問題に限ってなんですが、ちょっと引っ掛けポイントがあるんですね。まあ、ただちょっとこれは無料ではちょっと説明できませんので、個別指導の方でお伝えしていきます。はじめにもお伝えした通り、個別指導の概要はこちらの真ん中の動画をご確認ください。こちら動画映っていない方は、この動画の下の概要欄に、個別指導の概要の URL を貼っておきますので、そちらから動画をご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。